白樺の茎系とは、高等植物において葉や花を支える部分である。内部には、根から吸収した水分や栄養素を植物体の各所へ運び、葉で合成されたものを光合成できない部分へ運ぶための仕組みが備わっている。茎は、高等植物においてはやや細長い棒状の構造で、内部に物質輸送を行う遺憾束を備える。方向性があって、 両方向の先端に分裂組織があるが、上方向へは茎と葉を作り、下方向へは根を作る。茎の地下部は次第に根に移行する。茎という呼び名は主に双本に対して使われ、木元の木質化した茎は大抵幹と呼ばれる。通常、副配性はない。茎は葉や花を支える器官という風にも見られるが、それ自身が植物の本体であるとも見ることができる。 乾燥や水の不足などが生じた場合、花や葉を切り捨てることによって茎の生存を確保しようとする。茎の周囲に葉や花が配置したものが植物の構造の上で単位になっていると考えられ、例えば標本を作成する場合、この単位で採集することが要請される。また、無償生殖において新しい個体の形成を担うのは、保福系であったり、根系であったりと、 茎の変形であることが多い。さらに言えば、葉や花はすべて茎の変形によって形成されたものと考えることもできる。表面を表皮に覆われ、内部には遺憾束が特定の形で配置する。木元では表面に樹皮が形成される。また、表面から一定の深さに分裂組織があり、肥大成長を行う。これらの配置は分類群によって大きく異なる。 大雑把には、ラッシュ植物と草始用植物がほぼ共通で、単主用植物が独特。シダ植物では、いくつかの特殊な構成のものが知られる。茎の構成としては、二つの考え方がある。一つは表面を表皮が覆い、内部に遺タ束が配置し、その周りを基本組織が埋めるとするもの。もう一つは、表面部分を潜、その内部の遺憾束の配置した部分を中心柱と、 みなす。単独に、一貫束などの配置形式の意味で中心柱を使う、場合もある。茎は、形腸が細胞分裂することにより身長成長し、その身長に応じて、新場を急長的順序で展開する。母系の溶液にある液芽が身長してできたものは、即死となる。肥大成長は、形成層の細胞分裂による。また、 茎の周囲には肥大成長を支える形成層があることが多い。若い緑色の茎は表皮で呼吸や光合成を行う。植物の種によっては茎に光合成産物を貯蔵することもある。以下に様々な茎の種類、用語を説明する。ありがとうございます。